どうも、松村上九郎です。まともな動画の投稿はとても久しぶりです。本当にありがとうございます。失礼しました。ごめんなさい。ありがとうございます。反省します。ということで、今回は、めんこい反戦の書き方ということでね、やっていこうと思います。で、フォルメタッチで、まあ、気軽にめんこく書けるやり方で、まあ、人によって簡単に応用したり、アドリブ化して、まあ、楽しめるようなやり方を提案しようと思うので、よければ見ていってください。よろしくお願いします。まず、シンプルに、まあ、船の先端のボッコみたいなのを書いていきましょう。まず、これ書いて、こっから素直にもう横に伸びていきます。で、この辺から U の字でこのここをケツにつないでいきましょう。まあ、ゆっくり丁寧につないでいきましょうか。とりあえず。まあ、怒りを書くなら、このタイミングでもう書いちゃっておいきましょう。なるほど。で、なんとなくこの船の丸みを感じながら、なんとなくでいいですよ。なんとなく感じながら、ふわっという風になぞっていきましょう。砲台が欲しいんであれば、四角書いて、の書いて、丸。四角書いて、の書いて、丸。ここをまあ、ベタで塗ってもいいし、塗らなくてもいいんですけども、まあ、これを繰り返していきましょう。とりあえず、下はこんな感じ。で、上の方を書いていきましょうか。上の方はもう本当自由でいきましょう。まず、パッて一本引いてしまって、でここはポイントで風を受けておきましょう。こうやって後ろから風が来てると思って、こうパンって書いておきましょう。で、まあ適当なところでパンって閉じて、真横でいいんで閉じてしまいます。で、ここの余ったところは同じ長さのところでパンって引いて、また何も考えないでパッパッっていう風にやってしまいましょう。ここをパンっていう風にもう閉じちゃいます。ここは簡単にね。で、ここで、そうですね、先にまあ、ロープみたいなのを書いてもいいんですけれども、そうだな。まあ、わかりやすい簡単のために、先に見張り台的なものを、ここにパンって書いちゃって、真ん中の支柱みたいなのを書いておきますか。で、これを、まあ、この隙間から見えるところも一応、丁寧に書いておきましょう。で、帆船ってこうなんかロープがこうやってファーって出てるじゃないですか。それを一応ここで書いておきましょう。この辺から、まあ、この辺の空いてるところに向かって、まあ、一歩、まあ、線でもいいですし、まあ、太めのロープっていうことで書いてもいいんで、なんとなくまあ数本、とりあえず簡単のために数本ぐらいにとどめておきますか。で、奥の方も書いていきましょう。まあ、帆船、ん?この隙間からちょちょちょって見えるぐらいだと思うんですけれども、そこもまあちょこちょこっと書いておくと、なんか物が重なってる感じがして、多少複雑な印象が出るかと思いますね。で、本当はこの船の先端からまあここら辺に向かって、なんとなくこう、シューっていう風にあるんですけど、まあ帆を隠したくないとか、そういう表現上の問題がある場合は、もう思い切って、まあ私の場合は無視したりします。でもここの線の感じだけ欲しいからここだけ書いたりっていう、そういうだらしないことは私はよくやります。なるほど。で、まあ旗が欲しいならここでシュシュシュって書いておきますか。なるほど。で、この場合まだ後ろが空いてるので、まあ帆をもう一つ、まあ足してみますか。今度はまあこの辺このくらいの大きさのをちょっと足しておいてですね。このロープと重なって書きにくいところもあると思うんですけれども、まあ一生懸命隙間を通してあげると、その分ちゃんと一応複雑な印象っていうのがちゃんと出ると思うので、まあ面倒くさいかもしれないんだけど耐えてみるといい結果が出ます。で、まあ後ろだけ、まあ無駄に帆を3枚にしてみるとか、まあそういう、あるいは1枚で済ますとか、そういう工夫はアドリブを聞かして大丈夫だと思います。まあ後ろにも見張り台っぽいものを一応立てておきますか。まあほとんど見えないかもしれないんで、まあベタ的なものを入れて、なんかあるよっていう風にしてもいいと思いますね。で、今回の場合こういうラインがあるんで、まあこのラインに従ってもうちょっとだけ船のケツを足して、まあそこにロープみたいなのがシュシュって生えてるよみたいな、なんかこの辺からこう来てるよみたいな気配だけ出しとくみたいな感じですね。もう気配
もう私気配だけで攻めたりするんで、こういう細い細かいことはよくやります。はい、さすがに。まあこの真ん中の柱もまあベターじゃないけど、ちょっと横にちょちょちょって入れといて、ちょっと影に落としときますかね。まあそんな感じ。炎ざっとした感じを入れたかったら、なんかちょちょちょっていう風に斜線を入れて布っぽくしてみてもいいですね。あと細かいこの木の素材のここのところの下のところにちょちょちょって、まああんまり入れるとうるさいんですけども、ちょっと気になるところに入れとくと、ちょっと木の素材感っていうか、そういうのが出ると思いますね。まあわざとこうやって丸って入れて、まあこうやってちょっとジグザグにパパパって入れて継ぎはぎにして、まあわざとボロい船にしても良いと思います。あとはまあこの後ろがまあ寂しいっていう、なんかちょっとね、今回はこういう形にしちゃったので、ここ弱いっていう場合はまあ多分まあ 木とかを植えるとか、なんかそう、まあ今回は木でも植えてみましょうか。なんかアドリブで書いて、なんかここ弱いな、なんか入りそうだなっていうところに、まあなんか自分の好きなもの、なんかでかいウサギを置くとかでも構わないんで、そういうアドリブをひらめきでなんか空いてるところに入れたりするのは醍醐味かなと思いますね。まあ、とりあえずそんな感じですね。塗るとしたらなんとなくまあ茶色とか黄色とかオレンジ系とか、その辺でまあなんとなくまあ塗ってあげるとあんまり事故らないかなと思いますね。その塗る時もそうですね、この木の木目に従ってなんとなく塗ってあげて、まあベターっとその隙間なく塗るっていうよりは、わざとちょっと白いところが残ってるとか、そのぐらいの方がなんか光を感じる感じになって、割とムカつかない感じになると思うので、まあこうベタベタベタっていう風にいきなり縦横無尽に塗るよりは、物体の形に沿ってあげると割といい結果が出ると思います。なるほど。まあ、後ろの木とかはそうですね、一応それなりちょっと黄緑っぽい感じ、がっつり青い緑よりはまあちょっと黄色いっぽいオリーブグリーンあたりで、まあ一応今回は塗っておこうかなという感じですかね。モリモリモリっと上の見張り台も塗って、ロープのところはまあ塗って、まあ気軽にはみ出てもいいので、ざーっと俺はお前を無視してないんだぞっていう心意気だけ表明しておくに留めておきましょう。なるほど。で、まあこの星のところはまあシンプルに黄色、まあ少しだけ赤い黄色ぐらいの感じで塗っておきましょうか。光の反射で見えないかもしれないんだけどね。で、わざとまあちょっと左上のところはまあ白く開けておいて、まあ光ってるっていうか光が当たってるぐらいの気配だけ残しておきましょうか。まあ、ついでだから、継ぎはぎのところどうしよっかな。まあ、水色ぐらいのなんか差し色が、この場合、まあ、入っても、ムカつかないかなっていう気もするので、まあ、どうしよっかな。まあ、ちょっとこのぐらいの色にしておきましょうか。ここら辺の砲台とか、まあ、ちょっと影っぽいところも塗るか。まあ、影の色、コバルトブルーかわかんないんですけど、まあ、ちょっと青くしておいて、あんまりがっつり濃い青じゃなくて良いので、まあ、影のところに使うと、まあ、面白いっていうか、後ろの方の半分ぐらいか、まあ、後ろ、まあ、全部塗ってもいいかな。ちょっと欲張った感じで。で、方を半分だけ青に塗る。半分つうかもう、右下4分の1ぐらいかな、ぐらいのところだけ、青に塗ると。これで一応一段落かな、ぐらいの感じ。あ、後ろの、あ、ここも、水が乾いたので、ちょうど乾いた頃だろうというふうに思って、まあ影、同じ青の影でね、塗っちゃってあげましょう。これでまあ大体いいかなというところかと思います。まあ下に欲張って、うっすらだけ入れてあげますか。うっすら入れて、はい、ということにしておきましょう。思いっきりシンプルに描いたので、この穂の張り方とかかなり適当で、なんなら上の木すらない状況なんですけれども、まあ、もうちょっと丁寧にやりたい場合は上の、もう少しですよ。やりたい場合、ぼっこ描いて、こう描いて、こうやってシュンって貼ってあげて、パンと貼る。で、ここをちゃんと このテンションを感じてあげて、こうやってロープが張ってるぞっていう風に、意識すると、もうちょっと幸せになるかも。で、こういう風に、この柱のとこにシュッ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 っていうこの
布を止めてるロープの存在をもうちょっとだけ主張してあげるともう少しだけ丁寧ですね。あんまりこれ以上細かく書いてもまあちょっとちっちゃいコマに刺さって書くとかそのぐらいだったらもう分かんないと思うので、これ以上攻めて書くかどうかはまあ場面によるかと思います。あとはこうこのロープのここに合わせてシュッ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 っていうのを書いてあげるとちょっとだけこの布の貼ってある感じがすると思います。まあこれも余力があったらやるとよりまあそれっぽい感じになると思いますね。でもう一席サンプルで書いてみました。基本的にやってることは同じなので倍速しています。まあ方角前に大砲を書いたりロープの金具みたいなのを先に置いておくと埋もれないで済むと思います。でこの形なんですけども、インスタグラムとかピンタレストで帆船っていう風に調べてみると、ああいう形のシュッとしたスタイリッシュな方の帆船の資料もまあ出てくるんですね。ああいう形で、ああいう形もありで、で基本的な戦術としては帆の数を増やすか、まあ、ロープの本数を増やす、すると複雑な印象とか、まあ、ごつい船っていう印象がガンガンちょっと出てくるので、まあ、かなりパワープレイなんですけれども、まあ自分のお好みに合わせてどのくらいごつい船にしようかっていうのを、まあやってみるとお手軽で試していいと思います。空中に帆が浮いてるみたいなのもね、なんかファンシーでいいなって思って私は好きです。描いた絵を、まあ、遠目にこうやってちょっと小さめに見てみるとこんな感じ。一応描いた絵を、まあ、いろんな遠さ、いろんな拡大縮小で見てみて、まあ、どのくらいのサイズなら干渉に耐えれて、どのくらい拡大するとさすがにもうちょっとちゃんとやろうとか、まあ、そういうラインを探すっていうのも大事かなと思います。一応おまけでロープの描き方一応書くんですけれども、例えばロープをバッて2本描いて、そうですね。ロッと書いておいて、ロープをこう、シュッ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 っていう風に、こういう風に、後からこういう風に書いていく。一応こうすると、こうなんかいかにも船のあそこから伸びてる、船のこういう見張り台のこの辺からこういう風に、こういう風に出てるんですよね。こういう風に出てて、こういう風になってて、で、これがまあ、重力でたわむんでこういう風になっていると、まあこの辺をまあどのくらい細かく細かく書いていくかっていうのもまあ場面次第かなと思います。今回はこれはまあどこにも使いませんでした。もちろん書いてもよかったと思うんですけれども、まあやっぱりこうやってすごい周波数が高いっていうかめっちゃ細かくなってくるんで、あんまりごちゃごちゃ印象をさせたくないなっていう時はやっぱりこれはまあもう本当簡単に、まあ、これでもちょっと多いぐらいだから、これをさらになんか、まあ、ちょっと太いロープがなんか2本か3本ありますよぐらいの、まあ、省略、まあこのくらいのざっくり言うとこのくらいの振れ幅があると思います。まあ、さらに言えばこのロープの1本1本の、まあ、例えば結び目をこうやって書いて、こっからニョンニョン伸ばしておいて、こっち隣書いて結び目ゴンゴン書いて、結び目はなんか1回2回ぐらい塊を書くっていうすごい雑な運用なんですけど、こっからまた書いて、こう書いて、出会うところで塊書いてこうやって書いて、伸ばして塊書いてっていう、例えばこれを延々と繰り返していくと、なんとなーくこうなんか網目っぽくなっていきます。ただこれもまあこのなんていうか手のひらサイズに満たないこの帆船で、まあ、これが書けるかっていうと多分このままでは書けない。なんかもう本当にそういうまあ思いっきりやるんだとしたら本当にもっと開き直ってこうゴンゴンゴンってなんかこういう風に本当にそれこそデフォルメして書いていくみたいな。まあ、運用になるかなと思うんで、まあ、それもこうやったらどうなるんだろうっていう風に皆さんご自身で試してみていくっていうのはすごい楽しいかろうと思います。いろんなやり方がある。本当線よりもやっぱりこうモリモリってしてる方がなんかある種見た目の楽しさっていうのもあるんでね、ぜひ試してみるといいと思います。なるほど、よし。はい、
今回は以上です。本当にまともなお絵かき動画を投稿するのが本当に久しぶりになってしまって申し訳ありません。おかげさまで漫画が無事に完成したりしたので、これからはちゃんと心を入れ替えて動画の投稿もちゃんと再開して楽しんでいただけるようにしていきたいと思うんで、応援よろしくお願いします。今週末にある、ちょっと本当今週末神戸でイベントあったりして、ライブペイントしたり新刊を発売したり、カス4コマを売ったりするんですけれども、その細かい情報をね、概要欄のリンクとかに貼っておくので、よかったら見てみてください。そんな感じでした。金曜日には神戸に立つので、イベントでお会いする方はお会いしましょう。体調に気をつけて、暑い釧路もちょっと暑いんですけれどもね、今釧路が20度だ。あ、やば、涼しい、ごめん、涼しかった、ごめん、嘘ついたわ、ごめん、なんでもないですよみんな釧路に住んでください。